私が宿泊したホテルは高台にあり、ベッドで寝ていても海が一望で、とても良いホテルでしたが、深夜2時頃、火事の中で暑くてもがいている夢を見てしまい、自分自身の暑いという寝言で私は起きました。ああ夢か。起き上がろうとして、私の着ていた浴衣が汗で、 びしょ濡れになっているのに気づきました。一緒にホテルに泊まっていた彼女も、私の寝言で目を覚ましました。何事かと、心配していました。目が覚めたとき、まだ照明をつけていなかったのですが、目が暗闇に慣れてきて、だんだん部屋の風景が、見えてきたんです。私は思わず息を呑みました。私の足元に、軍服を着た兵士が、窓の方を指さして、立っているんです。 顔は窓の方を向いていたのですが、体は私の方を向いていました。さっきまで起きていたはずなのに、彼女は、また眠ってしまっています。仕方なく、兵士が消えてくれるまで、私は、目を閉じて過ごすことにして、朝が来るのを待ちました。その朝の、七時のニュースで、今日は、原爆が、投下された日だったのです。あんなことが、二度と起きないことを、 願うばかりです。それでは、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。他のお話も、ぜひ聞いてみてください。